私若井ゆうきのアイリスじゃなかったらなりたかったものはギャルかっこ独毛です。アイリスに入る前はちゃんと岐阜で地味にギャルやってたんですけど、アイリスじゃなかったら多分そのまま地元でギャルやってた気がしてガチャガチャってしたこういうのってこのね可愛いじゃないですか。平成が好きなの私、何より平成に戻りたかったっていう願望が一番強くて、であんまりこう分かりやすいギャルってやっぱ通らなかったから、久々につけまとかしてなんかテンション上がっちゃいました。ギャル可愛い。嬉しいな、今日は願いが叶ってしまったよ。いいっすね。すごい、アウェー感がすごい。洗剤取りに来た。まだね、これ声優の宣材写真でしょ。やばいって、誰も応援してくんないよ。そんなことはないね。でも小指で、確かに小指でいける。かける。気持ちよ。こういうのがさ、デジタルタトゥーで残るんだよね。みんなこうやってさ、なんかみたいなさ。はい、小指。私が選んだ職業は探偵でした。アイリスじゃなかったらなりたかった職業は何ですかって連絡が来て、3つぐらい書いて送ってねって言われたんですけど、悩んだんですよ。いろんな職業あるじゃん、中には。やっぱり自分がなりたかった職業よりも真っ先にアクスタになったら変わりなくそうだなっていうところで、写真映えを優先したら行き着いた時が探偵でした。でもなんか最近アクスタとかなんかブロマイドとかの写真、あの白背景で撮ってたんですけど、かわいいかわいいってみんな言ってくれたんで、きっといい感じになってると思います。で、私は信じてます。今日解き明かす事件はこれは、やられた誰かが、これは誰ですか？マネージャーの影。マネージャーマネージャーが一人ずつやられていく。やばい、うわ、誰の犯行だ。やばい、このままではマネージャーがいなくなってた。そうね、いいね、かわいい。で、今度さ、それをさ、こう顔の前に持ってきて、目が大きくなってでかくなってます。写真でちゃんと見え、どうなるの？怖いね、これね。もうちょっと上かな。見て、見て、怖いね、これね。おい、どうだったんですか？あはは、怖っ。見たい。いや、面白い、でも可愛い。怖いよ。あはは、はオッケーベビー、あんまりね、さあ、すごいですけど、背景の感じ、パイプはすごく使う、メインディッシュみたいな、やっぱちゃんと映えを、映え選んでよかったわ。犯人誰でした？犯人は読めないんですよね、この人の名前が。あんだけかっこよく決め決めだったのに、室内突然ギャグみたいな。やっぱ遊ばれてる。いや、OKOKOK。 壁で隠れる感じ。そうそう、壁。そうそうそう、同じ茶色だから。壁になって壁。壁だって、どうかしてる。どうかしてる。
どうかしてるぜ。顔が不安。不安な気持ちになっちゃう。慣れてるのかな本当に私。私探偵ですよっていう格好をしてるから。そうだよ、私は探偵なんです。でも探偵だって寒さには凍える。